ヤニンは小さな町となり、キュクロクスのエリックも加わって賑やかになったね。また外交も始めたことで国際的なつながりもできてきたぜ。内外ともに順調に発展していますが、今回は平民がやってくるように長屋を作りましょう。平民にしか運用できない施設もありますし、平民の登場がヤニンの転換点と見ていいでしょう。しかし、平民が暮らす長屋には建材としてレンガが必要となります。まずはレンガを生産しないと話が進みませんぞ。そうですわね。それを念頭に置いて開発を進めていきましょう。まず第一に、長屋の大まかな建設場所を決めておきましょう。小作人の家を決めた時のように、まずは道を敷いてそれに沿って長屋を建設していきましょう。道が石畳になっていますわね。はい、これはヤニンが小さな町として認められた時に作れるようになった道です。平民の家は農村部とはほど遠い敗訴な雰囲気があります。なのでそれにマッチするように石畳の道で統一していきましょう。都会風にしていくわけですね。道はこんな感じでいいでしょうかね。自作農場を建設した時と形が違いますね。長屋は自作農場とは勝手が違いますので、道の形も変えております。そうなのですね。そのあたりは吉名にお願いしますわ。ある程度道が決まったら次はレンガを確保しないとですね。レンガは石膏で生産することができます。これがあれば石材からレンガを生産できますよ。ですが、現在手の空いている領民がいませんわ。ああ、それだと石膏を建設したところで動かすことはできませんね。でしたら先に小作人を増やしておきましょう。ボブの周りに家を追加していきますぞ。家の前に花壇も設置して装飾は十分ですね。それと、この後平民を呼び込むなら、食料の増産もしておきましょう。そうですわね。では、小麦農場を追加してパンの生産を強化しましょう。パンは飢餓度を50も回復してくれる優良食品ですからね。それと、外交の方も引き続き行っていきましょう。そういえばまだソフトリアに使者を送っただけでしたね。他に訪れていない国が5カ国あります。次は東の隣国であるドレバノルに使者を送りましょう。素敵な出会いがあるといいですわね。王女様、使者がドレバノルに到着しました。どんな方が治めている国でしょうか。ドレバノルを統治しているのは、収穫王女アグネスですね。可愛らしいお方ですわね。収穫王女という肩書きを持つ通り、アグネスさんの国は農耕が盛んみたいですね。農耕が盛んなのに最初の挨拶で野菜をプレゼントすると喜ばれるのですね。彼女の国では野菜を送ることが友好を示す証なのかもしれませんな。では、野菜を送ることにしましょう。アグネスさんがウキウキになりましたな。この調子で他の国の統治者とも仲良くなっていきたいですね。王女様、以前植えた魔法の豆の木が、ついに雲に届くほど成長しました。本当ですわ、気づかないうちに成長していたのですね。しかし、この豆の木の上には何があるのでしょうか。気になりますわね。決めましたわ、ファーガスさん、この豆の木を登ってください。本気ですか。気になるならご自身で登ってくださいよ。私にこんな大きな豆の木を登る力はありませんわ。それに噂には、雲の裏には素晴らしい財宝が眠っているという。英雄としてその宝をこの国に持ち帰ってくれないか。わかりましたよ。そこまで言われれば行きましょう。ありがとうございます。大冒険で長旅になるでしょうが、ファーガスさんの帰りを待つ間町づくりを進めましょう。確か次はレンガの生産でしたわね。はい、石膏を製材所の隣に建設するよう指示しておきました。もうすぐ完成するでしょう。確かに、現在建設用の支柱を取り払っている最中ですね。完成しました。これが石膏になります。早速仕事風景を見てみましょう。ハンマーで石をきれいに割っていますわ。まるでカッターで切ったようなきれいな切り口。プロやな。こうやってパワー系レンガが生産されていくわけですな。しかしこの調子ですと、レンガが必要数揃うのに時間がかかりそうですわね。そうですね。長屋建設には数十個くらいレンガが必要になりますからね。ではその間に他国との交流を進めていきましょう。そうですね。未知の土地にどんどん使者を送っていきましょう。次は東の東にあるエホドランに使者を派遣しますね。ドレバノルを横断することになりますが、使者が到着する日数は変わらないのですね。はい、どの国でも使者は7日で到着します。だとすると、ソフトリアやドレバノルにはサボりながら向かっている可能性が微粒子レベルに存在する。まあとにかく使者の到着を待つとするぜ。
王女様、領民がやってきてますよ。話を聞いてみましょう。ふむ、どうやら最近の移住者の中にパフォーマンスが得意な者がいるようです。そうした人々が才能を披露できる場所として、通りの劇場を建設してほしいというお願いですな。通りの劇場は、娯楽施設の一つですね。娯楽施設ですか。領民にはそろそろ新しい娯楽を提供しようと考えていたのでちょうどいいですわね。領民には通りの劇場を建設することを約束しますわ。設計図の中に通りの劇場はあるので早速建設しましょう。建設場所ですが、なるべく住宅が周りにあるところがいいですね。道を取り除いて必要な土地を確保しました。この場所なら周辺の住宅に好印象を与えられますわね。それでは建設を始めてもらいましょう。これで完成しましたね。あとは芸人を指名すれば演目が始まることでしょう。え、ちょっと待ってください。客席にあるのは領民のパネル？ああ、客が入らなくても芸人の心が折れないようにという配慮ですね。パネルのクオリティ高くありません？確かに舞台よりも力が入っていますな。舞台の背景もあれくらい頑張ってほしかったですね。この劇場を預かることになったエミリー・デイビスさんがやってきました。早速舞台に上がって語り始めましたね。パネル2ですけどね。今エミリーさんが取り出したのは、色英機山座などが持ってる棒かな？違います。まあ、お客さんがやってくるまでの間、リハーサルと思って頑張ってもらいましょう。王女様、エホドランに派遣した使者が統治者に謁見した模様です。エホドランの統治者はヨロズヤ王女ファラーです。よろずやですか。いろいろな品を取り扱っていそうですわね。どうやら産業が発展している国のようですね。挨拶の際に木材を送ったら交換職を得られますな。木材程度なら差し上げられますわ。第一印象は大事ですからね。ハラーさんも踊ったことですし、次の土地に使者を向かわせましょう。次に向かうのはヤミンから東の東の東にあるグリウェスにしましょう。残る未訪問の国は3カ国、テンポよく行きたいですわね。おっと、ここで冬到来だね。また今年も厳しい季節が来ましたわね。しかし食料、燃料ともに備蓄は十分です。現在他にやることもないので、道を敷設して新たな区画を作っていきましょう。おや、道が敷けない場所があるぞ。何かいるみたいですね。あ、これは豚さんですわ。かわいいですわ。これは可愛らしいハムとソーセージの材料ですな。おい、こら、ベーコンを忘れるなよ。貴重なタンパク源ですが、まだ食料として利用することはできませんね。しかしよく見ると、背中に羽があるぜ。じゃあ羽の付け根は手羽元かな。違うと思います。とにかく、ここに豚さんがいることを覚えておきましょう。王女様、グリウェスに使者が到着したようです。それで、そこの統治者の方はどなたですか？我々に手紙をくれたペイン卿です。あら、ペイン卿はここにお住まいでしたか。手紙の内容から戦闘卿の毛がありましたが、だからこそ友好関係を築いておきたいですね。攻め込まれでもしたら大変ですからね。ではギフトとして炭を10個送っておきます。闇騎士だから黒いものが好きなのかな。普通に有用だからだろ。さすがにそれだとこじらせすぎだぜ。次は地図の端にあるヒウィアナラの統治者に謁見しましょう。各国巡りもゴールが見えてきましたわね。その後は特に何事もなく、使者がヒウィアナラに到着しました。ヒウィアナラの統治者は、銀遊詩人王子ラモンさんですわね。王子が銀遊詩人したらいかんでしょ。銀遊詩人は各地を巡って歌を聴かせる職業ですからね。ですが銀遊詩人王子と言われるだけあって、ラモンさんの国では娯楽が豊かなようですね。それじゃ恒例の挨拶をしていきますが、挨拶の際に渡せるギフトは野菜ですか？わかりました。それでは友好の印として野菜をお送りしましょう。ラモンさんも踊ったところで最後の一国に使者を派遣しますか。残る国は島国のルジラですね。小さな国ですな。海を渡ることになりますが、いつも通り使者が到着するのは7日後です。わかりました。それではルジラに使者を向かわせてください。最後の統治者はどんな人物でしょうね。ご尊顔を拝める日が楽しみですわ。お嬢様。この声は、ファーガスさんの声ですね。見てください、豆の木からファーガスさんが降りてきます。このファーガス、ただいま帰還しましたぞ。無事に戻ってこられたようで何よりですわ。王女様、雲の上でこんなものを見つけましたぞ。
黄金のガチョウの小屋、貴重な金の卵を産むことで知られる魔法のガチョウをここで飼う。金の卵を産むガチョウですって。これは珍しいですな。はい、小麦を与えることで金の卵を産んでくれますぞ。それなら大量の小麦を食べさせてじゃんじゃん金の卵を産んでもらおう。ガチョウがフォアグラになるわ。収穫はそれだけではありません。厳しい任務を完了させたことでこのファーガス、レベルが3にアップしましたぞ。お、初めて気づいたけど土いじりできるわ。話聞いてます。強くなれたようで何よりですわ。今ならどんな任務でもこなせそうな気がしますぞ。なら一つ頼まれてくれないか。豆の木の近くに見知らぬ少女がいるんだ。その子が何者なのか話を聞いてくれ。お安い御用ですぞ。お嬢ちゃん、こんなところで何をしているのかな。おばあちゃんの家を探しているの。おばあちゃん、病気でね、お見舞いの食べ物を持っていくことにしたの。でも、途中で狼に出会って、私、逃げ出しちゃった。おばあちゃんのところまで道案内してくれる？むむ、これは、赤ずきんだな。きっと狼はおばあちゃんに化けて赤ずきんを待ち受けているに違いない。私の私兵団を貸してあげよう。そんなもん組織してねえだろ。とにかく、気をつけるように警告しておきましたわ。里そうな子だからなんとかするでしょう。それじゃ次はファーガスさんが持ち帰った黄金のガチョウの小屋を建設しよう。建設場所はボブさんの隣にしましょう。黄金のガチョウの小屋は、お金を生み出すだけでなく、周辺の住宅に良い影響を与えるみたいですな。金の卵を産むガチョウが近くにいたら、誰だって喜ぶに決まっていますからね。それじゃあ完成を待つとしましょう。王女様、死者ガルジェラに到着しました。それじゃ最後の統治者に挨拶をしましょうか。あの島国を治めているのは、戦士王女イニフレッドという方ですね。戦士王女というくらいですからこの国も軍事に力を入れているようですね。ちょっとペイン教と被るところがありますわね。挨拶のギフトも墨が10個ですからね。おや、ギフトを送ろうと思ったのですが墨が足りませんわ。冬の間に墨の在庫をすべて放出していたようですな。まあ、挨拶は後ほどでも大丈夫です。墨が溜まったら私の方から後でウィニフレッドさんに送っておきます。よし、なに。黄金のガチョウの小屋が完成しました。これが金の卵を産むガチョウですか。金の卵はすぐにコインに換金しますので実質コインを生み出すガチョウになります。小麦4個でコイン5枚ができますよ。でも小麦はパンにも使うのでそこはちょっと心配ですね。確かにコインに目がくらんで食料不足になったら元も子もありません。なので食料が危なくなったら黄金のガチョウ小屋を閉鎖するようにしましょう。はい、そうしましょうか。それと食料生産の強化として新しい農場を追加しておきます。ここではカリフラワーを育てましょう。野菜は一通り育てていきたいですわね。カリフラワーが順調に育っていますよ。可愛らしい見た目ですわ。なぜブロッコリーじゃないのかと思ったのですが、なるほど見栄えがいいからなのですね。王女様、闘技場にファーガスさんがいますよ。王女様、闘技場を開いてください。力試しがしたいのです。確かに一気に2レベルも上がったのだから、どれだけ強くなったのか見てみたいな。わかりました、ではスケルトンを放します。行くぞ、スケルトンども。このニューファーガスの力を思い知れ。早速一体倒しましたわ。よく見るとスケルトンの旧兵がいますね。囲まれている上に後方から攻撃までされているが大丈夫か。ギブアップ、ホグワー。死んだ。英雄ファーガス、ヤニンに散る。享年38歳。ファーガスさんまた負けてしまいましたわ。仕方ない、またコインを払って復活させましょう。ふん、死ぬかと思いましたぞ。いや、死んでたんだけどね。このやりとり毎回やるつもりですか。英雄は何度でも立ち上がるから英雄だということをお見せしましょう。さっきの戦いでスケルトンの数は減ったけど、今度は勝てるかな。スケルトンサイドは前衛と後衛の役割分担ができているな。ファーガスさんは前衛に足止めされていますわね。体力が危ないよ。しかし、残す敵は旧兵が2体だけ。旧兵は脆いのであっという間に決着がついたぜ。このファーガスにかかればこんなものですわい。また体力がギリギリの白狼の勝利だけどな。次の戦いでは完敗しそうですわね。これはしばらく闘技場は閉鎖かな。
王女様、レンガの在庫がたまりました。68個ですか。これなら長屋を建設できそうですね。それでは長屋作りを始めていきましょう。長屋を建てるためには、まず中心となる集合住宅を建設します。この細長いのが集合住宅ですか。集合住宅の位置が決まったら、次に長屋のエリアを指定します。するとこのように長屋が出てきます。なるほど、こうやって集合住宅になるわけですね。ちなみに長屋以外にも、物資を周辺住民に供給する町商店や、集合住宅の中庭に入れるようになるアーチも作れます。これらを組み合わせて集合住宅を作るわけですね。試しに長屋を一つ消して、アーチを追加しましょう。これで集合住宅の中庭に入れるようになりましたわね。中庭は装飾品の設置場所に最適です。お好きな装飾品を設置して美観を向上させていきましょう。では、これで建設指示を出してみますわ。8棟の建物を建設するので、完成するのにちょっと時間がかかりますね。気長に待つとしますわ。まずは中心部分となる集合住宅が完成しました。ここは長屋の管理人の家で、下宿者のために資源を運搬してくれます。物流を担ってくれるのですね。続いて長屋が完成しました。しばらくしたら平民がやってくるでしょう。おや、長屋の上に2つマークが出ていますわね。一つは水がないという知らせのようですね。しまった、井戸を作るのを忘れていました。もう一つは下水処理がなされていないという警告ですね。集合住宅では水の他に下水処理も必要なのですか。まあ家の近くに町の井戸と下水設備を設置するだけでいいので問題ありません。後で建設しておきますね。あ、ちっちゃいおっさんが出てきた。はぁ、あ、何言ってんだよ。って、ちっちゃいおっさんがおるやんけ。あら、珍しい。笛吹きファーヌスですわ。楽しそうに笛を吹いていますが、一体何が目的なのでしょうか。ひょっとしたら迷い込んだのかもしれません。ここはファーガスさんに対応してもらいましょう。ファーガス、現場にハゼさんじましたぞ。なんだろう、親子かな。わしがこの半獣人に似ていると。ご冗談を。わしの方が小鼻で美形ですぞ。半獣人と張り合うなよ。とにかく、ファウヌスと話をしてください。む、そうですな。ファウヌスよ、いい音色だな。わしも過去最高のフルート奏者なのだぞ。だからそなたの演奏が素晴らしいとわかる。何？リクエストだと。王女様、ファウヌスと意気投合した結果、木の歌か石の歌のどちらかを演奏してくれるようです。木の歌は木材の収集が 20% になって、石材の収集が 10% 遅くなるようですね。石の歌はその逆で、石材の収集が早くなって木材の収集が遅くなるわけですか。石の収集は時間がかかるので、そちらを早めたいですわね。ファーガスさん、石の歌をお願いしますわ。わかりました。これで石材の集まりが良くなるはずです。それとファウヌスですが、この町に留まりたいと言っています。それなら歓迎しますわ。これからは町中に綺麗な笛の音が響きそうですね。長屋はなかなか全ての建物が完成しませんわね。レンガは十分なのですが、板材の方が不足しているようです。レンガばかり気にして板材に目を向けるのがおろそかになっていましたか。しかし大丈夫です。石膏をちょっと移動させて、石膏があった場所に製材所を追加しておきました。これで板の生産が強化されます。早く全ての建物が完成してほしいですわね。町の井戸と下水設備が完成して、長屋で基本的な生活ができるようになりました。そして最後の長屋が建設されている最中ですな。板材の不足もあって、随分と時間がかかってしまいましたわ。まあ無事に完成して何よりです。水関係の施設も整えたので、これから平民を迎え入れていきましょう。そうですね、次の移民がやってくるのが楽しみですわ。おっと、最後の長屋が完成したようです。複数の住宅が固まって、なかなか立派に見えますね。しかし長屋の大きさがはっきりと異なりますわね。税金は同じなのに小さい長屋に住まわされる人かわいそう。王女様、移住希望者がやってきました。それでは平民を歓迎しましょう。お、彼らが平民ですね。平民は教育を受けた住民です。今後高等な職場が出てきた時には、彼らの知識が役に立つことでしょう。なるほど、平民の皆さんには期待しておきますわ。
平民を迎え続けて現在の人口は89人となったよ。あと一人で90人か。あ、また移民がやってきましたわ。おお、野人の人口が90人を超えたことで町として認められましたよ。それは喜ばしいことですわ。また新しい設計図をもらえたので、今後役立てていきましょう。今はまだ農村の光景が目立ちますが、今後はどんどん平民を増やしていって、都会のようなエリアも作っていきましょう。そうですね、町づくりのステージが明確に一段上がった気がしますわ。他の王族たちとも出会ったことですし、野人をこの辺りで一番の国にしていきましょう。はい、どこに出しても恥ずかしくない国にしていきますわ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。